いい天気だな。すごいな。ちょっと気になる。今日はね、小平に来ております。前もねお話ししたと思うんですが、僕はね行く店を結構ね店名で決めてることが多いんですよ。今日行く店もまさにそれです。僕はねマイケル・シェンカーっていうギタリストがね非常に好きでして、彼の曲でね「サムライ」という曲があるんですね。でね、外国人が抱くイメージ、日本に対してのイメージで、やっぱサムライとかね芸者とかね腹切りとか結構あると思うんですが、そういうねアイコンとして使ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、でですね、今日伺うお店はサムライです。でまあ時間も時間ですからね、まあ11時2、30分ですよ。したらもう皆さんお分かりですよね、この天気。ケーケー、どうせ飲むんでしょ。はい、その通りでございましてね、瓶ビールを一発やっちゃおうかなと思っております。駅からはね近そうな感じで書いてあったんですが、まあまあちょっと歩く感じですね。まあね、そんなに交通量のある道路でもないんで、で歩道もありますから、テクテク歩いていくにはいいんじゃないでしょうか。住宅街だね、ほんとね、住宅街の中にあるお店だと思います。でね、もうどうしようかなと思ったんですけどね、洋食系だというのでカレーかな、日替わりかな、まあ、ちょっとねその辺で行きたいなと思います。いやこの先だよな、あそこのもうちょっと行って左側っすね。お、看板が見えましたね、かっこいい。ありました、開いてる。今日はね侍さんで一発やろうと思います。日替わりのカレーを、はい、ください。はい、普通でいいです。はい、
です。いや、食べましたけどね、面白かったですね。すごく面白かったです。なかなかないですね、こういうお店。すごく面白い、とてもいい。家の近所にあったら僕結構来ると思います、この店。店の名前も侍っていうところもまあかっこいいんですけど、そのくせすげえ家庭的なんですよ、味が。超面白かったです、そういう意味で。そのギャップがね。で、
中はね、高齢の男性ご主人かなだと思うんですが、と女性が3人かな、結構人がいましてね。で、僕の後に入ってきたご主人たちなんかも昼からこうビンビルやってましたから、そういう意味では近所の方がちょっと軽く引っ掛けかみたいな感じのお店なのかなとは思いましたが、でサラダとコーヒーがついてカレーであの値段なんでリーズナブルだと思います。そういう点ではね、普段使いもすごくいいんじゃないかなと思いました。まあでも何はともあれこのギャップですよね、面白かった、すごく面白かった。皆さん近所に来たら一度寄ってみてください、超面白いんで。最後でした、ごちそうさまでした。